どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回もですね、リフレクターくん労働基準法違反デッキやっていきましょう。もうリフレクター出張しすぎて、多分ね、なんだろう、そろそろね、厚生労働省からマジで本当指摘来るんじゃないかなって思ってるんですけど、そろそろやばいだろこいつ、派遣して働きすぎ、サイキックリフレクターくん、まあ、本当に優秀で、まあ、いろんなデッキに出張できるわけですよ。で、一番やっぱり強いのはリンクスでの使い方で強いのは、フィールド魔法を発動するというスキルね。フィールド魔法を発動するっていうスキルと組み合わせて、サイキックリフレクターから、エンフェを出して、で好きなフィールド魔法をサーチするっていうのが一番強い使い方なんじゃないかなと思うんですよね、今のところね。まあ、強いシンクロモンスターがもっと出てくればまた別なんですけども、今のところこれがやっぱめっちゃ強くて、で結局一番強いフィールド魔法カードを、一番強いというか、まあ、強いフィールド魔法カードを搭載できるデッキやったらめちゃくちゃ強いんですよ。でそれが何かっていう話なんですけども、まあ今まで古代の機械とかアンティークギアとか、あと高森とかやってきたんですけど、今日はエレメントセイバーです。これめちゃくちゃ強いじゃないですか。霊神の静電、これエレメントセイバーモンスターの効果を発動する場合に、これが発動されてると、手札から捨てる本当は効果なんだけど、それをデッキから墓地に送れるっていう代用できる効果と、あと単純にその墓地の属性の、数かける、200ポイントになるよっていう、この打点攻守が上がるっていうこのパンプアップ効果、これもすごい強いじゃないですか。でこの効果を、あとデッキからそのエレメントセーバーを加えるっていう効果もあるんだよね。まあ、これやるとバトルフェーズをスキップすると次の、こういう効果、これ全部めちゃくちゃ強いんですよ。でこれを安定的に供給できたら強いと、これを結局エレメントセーバーデッキってその持ってこれないから弱いみたいなことあるじゃないですか。まあ、メガロドシティとかもそうですよね。だからフィールド魔法に依存しているデッキは結局フィールド魔法を持ってこないといけない。じゃあ持ってくるのどうするのっていうことの解決がこれなんですよ。これめっちゃ強い本当は召喚獣も入れてんだけど、ちょっと枠がなかったっていういう感じなんですけどね。多分防御力捨てれば召喚獣も入ると思う多分。まあ、ちょっと若干そのリフレクターと召喚剣は被るんだけどね。はい。でこれどういう、デッキかっていうと、エレメントセイバーはモーレフで裏返すんですよ。カナディアス、まあ月の書か、月の書するんですよね、モーレフで。で、ラパビラで魔法トラップを止めるという効果なんですね。だからこの2体のモンスターを使ってメタビート的な、感じで戦っていきつつ、リフレクターで新機能召喚も行っていくよっていう感じです。だから、単純に強いこのエレメントセイバーモーレフおじさんとラパビラ姉さんのこのギミックに、姉さんなのこれは、男かこれは、女か、ちょ分かんねえよ。この2体のモンスターのギミックに新キロギミックが混ざったよっていう、そんなようなイメージですね。はい。いやー、これが安定的に供給できるってすげえ強いから本当に。で、まあ、防御力 だけがまあ問題ではあるんですけど、まあ、一応ねこういうモンスターは墓地に送るんで一応強化素性は入ってるんですけど、この強化素性とか狡猾とかエネコンとかこの辺の枠を、そうだな、まあなんか何かしらの防御技に変えたいとか環境によって変えたいとか、まあ、ここをなんか一気に召喚獣に寄せて、なんかもうもはや防御弾なしのエレメントセイバー召喚獣リフレクターみたいなごちゃ混ぜみたいなデッキも多分できると思います多分ね。はい、ということで早速働き者リフレクターくん今日も活躍してもらいましょう。デュエルスタンバイ。いやこのデッキさ強いんだけどさ、長えんだけど、長え実況疲れんだけど、なんかサイキックリフレクターまあこれ強いけど、そのね、いやね、エレメントセイバーって結構メタビチックな動きするじゃないです か長いんですよね、デュエルが。ね、あんまりね実況向きではないわ、長えからさあ、愚痴を吐きながらしっかりと実況していく。レベル6、バスタービーストにレベル1、サイキックリフレクターをチューニング。聖なる守護の光がどうのこうの、エンチェントフィアリードラゴンの効果、フィールド魔法を破壊し、セライフ回復しつつ、デッキよりフィールド魔法カードを1枚手札に加えていく。いやーこれはつい、これほんと強いなこれ。霊神の聖殿を発動、さらに効果
これ多分ですね、私の読みでいくと、ボショ BF なんですよ。ボショ BF、つまり、モーレフおじさんがめちゃくちゃ強いと思う。多分まあ、バトルフェーズは行わないけどね、バトルフェーズは行わないっていう、まあちょっと、まあ、デメリットはあるんですけど、あのね、問題ない、裏返せば。裏返せば問題はないってことに気づいた俺は、最近。さあ、石原選手、どうするでしょうか。モーレフおじさん強いですよ。モーレフおじさん無限につらいっていう。クモツは強いな、おい。クモツは強くないか。クモツは強いな。じゃあね、モーレフおじさんを、使って、これ表側やから、これ回避できるんだよ、多分これ。こうして、で、これで、クッてやって、多分回避されるよな、これ。あれ無理これ。もしかして。あれ無理いける無理あ、いける危ねえ。オッケー。で、強化して発動。で、もう一丁、モーレフおじさん出していく。よしさあ来い。多分ブラックフェザーやろ、これ。セット違うか。あー、黒い旋風か。なんでセットしたんだ、今。崩されるの分かんだろ。さあ、あとはシンクロ召喚を止めるだけ、俺は。旋風は強いじゃん、なかなか。やるやんけ。なかなかやるやんけ。さあ、モンスターを召喚しろ。なんだ、モンスター召喚しろ。セット。あー、マジ終わっちゃいます。まあでもね、墓所 PF は読んでいた。あー、なんだろうな、これ、狡猾かな。狡猾やばいな。狡猾だったらやばいな。光ってんだよ、なんだろうな、あれ。なんだろうな、あれ。あー、まあ、バトルフェーズ起こらないんで、ちょ、これやるしかないんだけど、え、これ、狡猾これもしかして。やめて、狡猾だけは。狡猾だけやめて。うっそマジかよ、ふざけんなよ、くっそがクソが。いや、でも一応1枚か。1枚初動。1枚初動。いやー、強えよ、ふざけんなよ、こいつ。ふざけんなよ、こいつ、マジで。ちょっと待ってくださいね。どうすればいいんだろう。これ死ぬかな、これ。俺死にます?死にそうなんかわかんないけど。死にそう。まあ、とりあえずゲイルはオッケーだよ。ゲイルと何かだよね。ゲイルとゲイルかな。ゲイルゲイルブラストとかなんじゃないかな、多分。ゲイルブラストはい。ああれか、ゼプロス入ってないパターン。ゼプロス入ってたら終わってたよ、多分。ゼプロス入ってたら、あ、終わってねえわ。消火器使ってるわ。危ねえ。セーフや。そうや、これしかないんだ。危ねえ。多分これ知らない。ゲイルでしょ。ゲイル、オッケー。ゲイルオッケーで、シンクロ雷霧まで吐く。そこまでオッケー。いや、でもこれ強いですよ。これ何が強いって、あの、エンシェントフェアリードラゴンで、ライフポイントも5000に回復してるんですよ。5000に回復してるから、ワンキル取れないですよ、これで。これ強くない、ちょっと。これいけるぞ。入れる。あとは、まあ、リフレクター引いてくれると強いんだけど、まあ、リフレクターがなくても多分モーレフおじさんをサーチ、あ、そっちか。確かに。そっちの方がうざいね。まあね、もう1枚あるんですけどね。よし、耐え。で、ドローしていく。オッケー、ない。お、来ない。もういいや、しょうがない。連心の静電発動。連心の静電の効果。敵より、モーレフおじさんを手段に加えていく。そして、モーレフおじさんを攻撃強化で召喚。そして、伊達上回ってないから、ですね、これはね、属性を変更すると、上回れるっていうことに私気づきましたんで、まず水属性にしますよね。これ水属性にしまして、で、モーレフおじさんをなんか適当な炎属性かなんかにして、これで、打点超えれるっていう、バトル!いけ!モーレフおじさん華麗シューパンチ!しゃおらしゃおら断種だしゃおらカス鳥が焼き鳥にして食ってくれるわ。さあ、どうした?なんかモンスター召喚しろよ。モンスター召喚しろよ。旋風効果か?バカ誰が、連心の静電の効果。ラパビラさんも墓地に送って。寝とけ!うおー、ドラーよしいいぞ。ただ、次のターンバトルフェーズは行えない。静電、オッケー。バトルフェーズは行えないが、いいか。
墓地にはサイキックリフレクターっていう最強のモンスターが存在している。サイキックリフレクターを特殊召喚し、サイキックリフレクターの効果発動、デッキよりバスターモードというのに加え、そしてサイキックリフレクターの効果、バスターモードを手札に、から相手に見せつけることによってバスタービーストを墓地より特殊召喚。ですね、これはねスクドラを出したいんで、2ですね。強化蘇生をしたときはあのレベル上がってるんで気をつけてください。そしてレベル6バスタービーストに、レベル2サイキックリフレクターをチューリング、頭鉄の魂がどうのこうの、シンクロ召喚スクラップドラゴン、スクラップドラゴンの効果と、これがで、うおーと心を折っていく。本日の晩御飯は焼き鳥に決まりだ。さあお相手の方、闇遊戯先生よろしくお願いします。行くぞ遊戯デュエルだ。さあ本日の晩御飯は召喚獣かな、サイキックキャラクターを召喚しバスタービーストを手札に加えていく、そしてバスタービーストの効果を発動、バスタービーストの効果によって手札にから墓地の送ることによってバスターモードを手札に加えていく、そしてサイキックキャラクターの効果発動、バスターモードを相手に見せつけることによりビーストモード突入、ビーストモードビーストモードかな、レベル6バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、聖なる守護がどうのこうの、シンクロ召喚エンシェントフェアリードラゴン、エンシェントフェアリードラゴンの効果発動、フィールド上のフィールド魔法カードを破壊し、デッキより霊神の聖殿を手札に加えていく、霊神の聖殿発動、そしてエンシェントフェアリードラゴンの効果手札からラッパウェイロア先生を特殊召喚。これマジやべえ、これ多分召喚獣なんと思うんですよ、多分ですけどね、違ったらごめんなんだけど、まあ、ディスティルドロー打点しまったらすまんなんだけど、これ多分ガチで伝えたと思う。召喚魔術を一旦に一度絶対止めるんですよラファイラは。だから召喚魔術できないっていう、合体できんっていう問題が発生するんですよ多分。これ召喚獣だった場合ね、ちょっと打点しちゃったらすまん。セットおー、なんだろうな、まあ、とりあえずなんでもいいんだけど、あおじさん来た、おじさん来た。リフレクター行く？リフレクター行くまであるね。リフレクター行くまである、全然。リフレクター行って、前破壊するか。まあ、これね、ガチ強いんだよね。あいつが、なんだっけ、スクラップドラゴンか。これリフレクターなんじゃねえかな。まあ、強化蘇生もあるしね、ワンチャンなんかもある。まあ、最近リフレクター召喚は。何もない何もないか、なるほどな。レベル1サイキックリフレクターをレベル7エンシェントフェアリードラゴンにチューリング、進化召喚工場はめんどくせえから言わないぜ、編集がめんどくさいから。カード1枚セットスクラップドラゴンの効果、バスターモードを選択してめえのモンスターを破壊していく。おらー、あれイースターさんね、オッケー、あれイースターさんオッケー。これは殴らない方がいいと思いますね。殴らない方が良さそうな気がしますね。まあ、なんだかんだでもなんか何の反応もないから、多分攻撃反応系があるからかな、それかまあブラフかどっちか、なんだろうあれ。まあちょ、万が一がありますからね。なんか本当わけわかんないこと言ってる人いるから、たまにこの環境に分断みたいなハボンみたいな、これたまにあるからね、そういうのはちょっと注意していきたい。セットめんどくせえな、このセットひたすらサリムクソめんどいんだが、エネミーコントローラー来た、エネミーコントローラー来た。じゃあね、どうしようかな、魔法トラップかな、じゃあ魔法トラップ割りに行くか。ちょ、めんどくせえカードっぽいんだよな多分だけど、で強化蘇生 に選択して、これむしろかな、まあ、ちょっと裏返るとかだったらちょっと鬱陶しいけどね、さすがにそれはそれで、それはさすがに鬱陶しいんだけど、まあ、しょうがないわそれはそれで。バスタービーストか、一応ドラッグもいけるけど、まあ、バスタービーストでいいんじゃないかな、これバスタービーストでいいや、ドラッグもいけんすけどね、ドラッグオンバーミリオンも一応これで、あ、いけねえわ、2になるから、あ、いけるわ、1になるわ、いけるわもういいや。で、セットして全員でちょ殴りに行って殺しますか、殺しましょう。大したモンスターがないと読んだ、
固まれ。やはりだ。さあ召喚マイトサーチロー、いいだろう。さあそのカードはなんだ。お、反応があるぞ。トレジュアップレ、アップレー、セーフ。ラパビア先生マジマンジ。さあお相手方、ゲス崎ゲスコさんじゃないですか。ゲス崎ゲスコさんじゃないですか。これ今のご時世デュエル様何ですかこれは。何の力ですかこれ。精神、精神じゃねえや、霊神の精錬とラパビラか。これラパビラ、ラパビラ行くしかないか。こういうこともたまにあるんですよね。まあしょうがないんですけど、霊神の精錬、はい。で、狩猟、霊神の精錬で一応あのデッキからね墓地に送れるんで、まあ魔法タップは、まあ、はあの無効にできるんで、しかもデュエルスタンバイですからモンスターはセットしかできない。お、めんどくさそうだな。すげえめんどくさそうな匂いがする。めんどくせえ匂いがプンプンするぜ。使うこれ。ちょっと待って、使うか。一応一応使っといた方がいい気がするな。霊神の静電でちょ猛烈おじさん一応出しとくか。なんかあんまりなんか意味あるのかっていう話はあるけど、でモーレフおじさんも、召喚、モーレフおじさんでバトル、カレーシューパンチ。さあこれでなんかカイトロイドがだるい、だるそう。何このデッキ、めっちゃだるい匂いするんですけど、なんですかこれ。だーそういうやつ、それはさすがに止めざるを得ないよ。それはさすがに止めざるを得ない。さすがに。マジっすか。マジっすか。マジっすか。僕はやばいか。6枚、6分の6枚、あと6枚、あと6枚、あと6枚やべえな。あと6枚はシンプルにやべえ、シンプルにやべえし、これは使う必要が、まあ、ないか。別にないな。いやこれデッキから墓地で置くのもそこそこやべえな。デッキ消せる。あー、立てやがった。ね、最後の同調、同調。いやこれさ選択するでしょ。これだからさ、これあれじゃない、これさ猛烈でさ、これ猛烈おじさんで、おじさんでこれ裏返せばいいんじゃないこれ。ちょマジ、ちょっとマジっすか、やばっす。オッケー、オッケー、あと何枚、あと1枚、オッケー、あと1枚だ。次のターンで俺決めればいいんだな。あ、いける、あ、いける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 、カイトロイドあるんだろ。墓地にカイトロイドがある。だからバスタービースト召喚で、だから2体で4000を超えればいいから、ラパビラ、ラパビラを水属性にしていく。いやこれいけるだろ。あの魔法トラップカードが大したカードじゃなければいける。で、これは、炎で、モーレフを、そうですね、神ですね、神属性。で、あとはもう全部いいのか、全部いそうだな、全部いそうやから、これで攻撃表示に変更して、一応まあセットして、人掛けバトルフェイス。